来ました。ゲームオン。どっちが先行だ。長野選手が先行ですね。最高。もう浅田聖吾、もう激闘モード入ってますね。目がもう、やっぱ集中してきましたね。もう浅田聖吾はこういう目をしてるときは、もう次もうバンバン来ますからね。うわー、フォーティーやるなやっぱもう、やっぱこうスイッチの入り方やっぱすごいよね、うん、この辺がやっぱり。うーん、たけさんまだ寝てると思う。いや、寝てないよ、多分。うん、だいぶユーミング長くなったな、浅田聖吾。自分の方でフォームちょっとやってんだね。ここまでユーミング長くする浅田聖吾、俺初めて見ましたね。うん、聞いてみたいな、どういう意図でこのフォーム変更があったのかっていうのね。うん、浅田聖吾も十何年見るけど、なんか大幅にフォーム変えてますね、ちょっとね。おいっす、ナイキス、ナイキ、ナイキ。さあ、173残りなので、19、154で60、ああ、そっちね、どっちでもいいんですけど。聖吾のユニフォームかっこいいっていうか、もうすごいですね。もうね、レーサーみたいになってますね。F1 レーサーですね、これね。さあ、8時残り。まあ、20からですね。もう一本20で。あ、え？山田チャチャイ、チャチ入れてますね。まあ、まだちょっとエンジンかかってない感じですね。やっぱ聖吾とかや、ね、山本信みたいにやっぱきちんと20を収められないとね、まずその練習しないとダメですね。嫌な男やな、山田裕貴。さあ来た。おい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 。あ、パン君ありがとうございます。うわー、しゃー、大騒ぎ。さあ129、長野光平選手19から126、
20でも19でもいいんですけど、121、20、まあアレンジはね、もうやっぱ僕のこう思い描いてるアレンジはやっぱ PDC 見てたら古いですよね、だいぶ古い。どうしたんだ浅田聖吾さあ101、この数字も消してほしかったんですけどね、実はモードがないんで、これしか。これは全選手カードを指してるんですよね。さあ浅田聖吾、どうした浅田聖吾。あーね、サード。アレンジはですね、大事ですね。はい、大事です。ただですね、よくほら、例えば302とか300、200、さっき教科書のようなダーツを山本信弘がしてくれましたけど、200とか300のアレンジってですね、まあまあその、例えば苦手、下が苦手とか上が苦手とかいろいろあると思うんで、その辺はですね、まあできるに越したことはないんですけど、僕はもう19が全く入んないんで、ここ19だなって時も、大きい数の時は200とか300の時はもうできる限り20いきますよね、まあ、削り優先っていうことで。ほんと19入んないですよ。19のラインに10回狙ったら半分ぐらい外しますからね。大体7に行きますね。さあそして、あ、ちゃんと入れ替わった感じですね、今回は。じゃあ浅田聖吾先行する。キープキープ、ナイスキー。そうですね、シングル力って大事ですね。だからスティールだったらどちらかというとダブルとか、20トリプルとかが意識されがちですけど、案外ですね、シングル力、要するにアレンジのシングル、この台形にきっちりと入れる能力っていうのが必要ですよ。これ たまたま太陽の状況だよね。これ日が上に行って反対側に行けばこれ見やすくなるよね。今光が入ってるだけだよね、逆光で。すいませんね、ちょっとカメラの調整がうまくいってないみたいです。逆光で、うわ。いやでも浅田聖吾のこのフォームのチェンジっぷりがすごいですね。300台から下1桁で19いかなかったら盛大に怒られます。19に1本指紋してる。まあ確かにですね、それはありますよね。まあまあそれはもちろんそうなんですよね、なんでいかないんだよみたいなね。確かに。さあ141残り。あとなんかちょっとでも18トリプルからの来た、あー今日こんな来ずね、20トリプル決まらず。あら黒くなったよ。ん、さあ64残り、16からもう一本16、そして残に。はい、決まりました。カメラの調整をものともせず浅田聖吾、その機会にサクッと決めてくれました。浅田聖吾1回戦突破。